お兄さんが転生したらどんな冒険者になりたいですか？戦闘になるとすぐ敵を殴りに行っちゃうムキムキのヒーラー。どうも、くまころ兄さんです。本日はこちら、じゃん。はい、こちら USB メモリ、容量なんと 2TB。 お兄さん、大容量ストレージ探してたんですけど、 SSD で 2TB だと3万ぐらいするでしょ。それでなんか USB メモリで 2TB っていうのは見つけちゃったので買いました。お値段なんと1500円。いや、もうこんな安いならね、もう USB でいいんじゃないかっていうことでね、買ってしまいました。いや、本当いい時代になりましたね。お兄さん本当に嬉しいです。すごいよ、 2TB ですよ、1500円ですよ。すごいよ本当に。ん？何ですか？お兄さんは地雷を見つけると喜んで踏み抜くタイプ？そんなわけないじゃないですか。おかしいこと言う人たちだな、もう。はい、それじゃあ開封していきます。 USB フラッシュドライブ、 USB 2.0、 オペレーションシステム XP2000ME98SE98。 ほー、最新 OS に対応してるんだね。ちょっと開けていきます。止められてないっていうね、そのまま開くタイプのやつですね。お、すごい、マイクロ USB も対応してるよ。これね、ちょっと開いてるっていうね、すでに開いてますね。これは期待できるぞ。はい、まずね、パッケージ止められてません。普通にスパッと開くタイプのパッケージですね。で、容量が書いてない。USB 本体はちょっと開いてるっていうね。とりあえず今のところ全く問題ないですよ。ではね、実際パソコンにつないで見ていきましょう。はい、まずはね、パソコンにつないでみたいと思います。 U ディスク、 D ドライブで認識しました。プロパティ見てみようか。おー、すごいね、 1.9TB、 素晴らしい。まあ、軽くベンチマークだけ取ってみましょうか。はい、スタート。あ、やっと動いた。1分以上かかってるよ。はい、ベンチマーク終わりました。いや、結構書き込み厳しいね。 0.001 とかを初めて見た気がします。リードの方はまあまあ USB 2.0 ぐらいのスピードだと思うんだけど、書き込みはやっぱ厳しいね。マックスで7メガぐらいって感じですかね。まあ、このデータをね、踏まえつつ、これから書き込みのテストをやっていきたいと思います。今用意したのが、これ別の USB メモリに入ってるんですけど、動画データですね。サイズ別にちょっとファイルを用意しました。まずこれが50メガですね。50メガのファイルは再生できるかな？できますね。でね、これが300メガ。うん、大丈夫だね。今データ容量が両方で400メガぐらいで、ちょっと大きい1ギガぐらいのデータコピーしようか。大丈夫だね。このコピーができれば全部で32ギガ分のデータになると思います。さすがにこれはね、1時間かかりますんで。はい、待ち時間ということで、こちら、じゃん、ザッハトルテ。ザッハトルテってなんだと思って、しかもここウィーン発祥って書いてある。なんかカッコつけてんなこいつと思ってちょっと買ってみました。税込み332円。ちょっと高いよね。そんな大きくないんだよ。まあ、単なるチョコレートのケーキだと思うんだけど。じゃあ開けてみましょう。ほら、チョコレートだよ。そういえばもうすぐバレンタインですね。チョコレートで思い出した。じゃあちょっといただきます。あ、これ食べづらい系だ。パリパリして落ちるね。なんか表面は硬いチョコだけど、中はチョコレートのケーキ、ちょっとベタベタしてる感じ。いただきます。普通な感じだよ。なんか昔駄菓子屋でこんなのを食べた記憶がある。チョコがなんか本格的なチョコじゃなくて、駄菓子に使われそうなチョコの味。あんまなんか気取って食べる感じじゃないよ。このままいただきます。まあ、なんか普通に美味しいんだけど、安いチョコ使ってんじゃないかな。駄菓子のチョコの味、あんまりこうなんかチョコレートのコクみたいなのがない感じ。板チョコとかのチョコの感じじゃないですね。安いチョコなのかな、ちょっとわかんないんだけど。まあ見たまんま、ここはケーキですね。チョコレートケーキ。で、なんかこの辺に軽くなんかジャムが入ってますね。うん、別にそんなに、あ、少しお酒も入ってるんだ。洋酒って書いてあるね。お兄さんね、ラミー好きなんですよ。ロッテのラミーね。あれをちょっとケーキでかさ増しした感じ。うん、まあ、ラミーの方が100倍ぐらい美味しいけどね。チョコが、これでチョコが多分美味しくないと思う。安いチョコなんじゃない？まあ、ちょっと安いのかどうかわかんないけど、想像するチョコレートの味より、こう、なんだろう、駄菓子寄りのチョコレートですね。別に普通な感じ。そうね、カッコつけてる割に多分安いチョコ。駄菓子風の味ですね。4点。
あ、そうか、これ300いくらすんだよね。332円。そんな価値はない。180円ぐらいが多分ちょうどいいと思う。はい、ということでごちそうさまでした。はい、データコピー終わりました。これでデータ容量 32.7GB ですね。はい、どうでしょう。ほら、再生できません。再生できません。再生でここまで再生できたね。ここから上、容量 16.3GB なので、このね 2TB USB メモリ、多分中身 16GB の USB メモリです。それの容量偽装品ですね。クソ、騙された、悔しい、訴えてやる。まあ、ちょっとね、この USB ちょっと調べてみましょう。お兄さんもう激おこですよ、本当に。ちょっとね、中身バラして見てみましょう。ここ空いてるからバラしやすそうだよね。おお、手でいけちゃう。工具を用意しようかなと思って爪入れたら開いちゃうね。開いちゃったね。あ、チップ。コントロールチップ隠してる。なんで隠す？刻印消してますね。ナンドチップ刻印消してますね。チャイナ製のナンド。チップ知りたいけどな。チップ知りたいなと言いつつ、この辺もうハンダ付けされてないよね、明らかに。コントローラーついてないのかな？ちょっとこの下の文字でググってみよっか。うん、ナンドのね、品番で調べたら出てきましたね。読み方がね、ちょっとわかんないんだけど、このメーカー、アルコーかアルコルって読むと思うんだけど、そこのね、やっぱり 16GB のナンドでした。この最後品番が -016G って書いてあるんだけど、それがそのまま容量みたい。ただね、コントローラーチップがわかんないんだよ。何が使われてんだろう。なんかカスタム製のやつなのかな。隠されちゃってるもんね、コントロールチップ。ちょっと、調べてみます。はい、いろいろ調べたんですけど、まあ、いつものね、MP ツールダウンロードしてるサイト、ロシア語のサイトなんですけど、そこで、このね、コントローラーの ID を読み取る、なんか、プログラムが落ちてたんで、ちょっとそれ使ってやってみます。はい、これですね。いろいろ出てるね。あ、これかな？コントローラー、チップバンク。コントローラーナンバーが CBM2099E。このチップバンクっていうコントローラーのメーカーだと思うんだけど、チップバンクの CBM2099E っていうのをちょっと探してみよう。あるね。チップバンク CBM2099 UMP ツールバージョン7100。これやってみようか。はい、チップバンクの MP ツール起動させました。どうなるかな？ IC タイプ 2099E。 でもスタートがつかないね。なんかね、MP ツールにリストが出てたんですよ。まあ、東芝とか、サンディスクとか、ハイニクスとか、マイクロンとか、サムスンとかいろいろあるんだけど、やっぱアルコーっていうメーカーは対応してないよ。だから出ないのかな。2TB で1500円の USB メモリ、まあ、容量偽装品ですね。MP ツールでちゃんとフォーマットし直して、ちゃんとした USB メモリとして使おうかなと思ったんですけど、それもできないっていう、まあ、ちょっと残念な結果になってます。ただね、この 16GB の難度には罪はないんで、ちょっとね、こいつを救出してあげようかなと思ってます。メーカー名潰されてるんでね、相当ランクの低いチップだと思うんですけど、こいつに罪はないですからね。悪さしてるのはこいつですから。なので、こいつを他の USB メモリに付け替えて、ちょっと実際使えるのかどうかね、確かめてみたいと思います。ちょっとダメ元でやってみます。じゃあやっていきましょう。はい、それじゃあまずチップ外していきましょう。まずフラックス入れて、で、低温ハンダやってみたいと思います。あとね、小手先をね、D 型っていうやつにしてみました。先端が四角になってるやつだね。こんな感じ。はい、ここからヒートガンで取っていきます。うん、楽勝ですね。はい、そしたらね、まずチップをきれいにしよっか。ナンドチップについたハンダ取っていきましょう。これできれいになりましたね。一応こんな感じできれいに取れました。このナンドチップをこっちの USB 基板の方に取り付けしてみたいと思います。動くかどうかは分かんない。
はい、一応ハンダとこんな感じですね。一応ブリッジもなく大丈夫だと思います。よし、じゃあ動作チェックやっていきましょう。はい、そしたらちょっとこれテストしていきます。はい、じゃあ MP ツール起動させました。これでスキャンしていきます。はい、スキャン、こっち、うん、なんか来たね。うん、フラッシュ ID ちゃんと認識はしてますね。ただディスフラッシュノットサポートなんでサポートはしてないよということみたいですね。まあちょっとやってみましょうか。スタート。あ、ダメだ、バツ出ちゃうね。ダメか。うん、何度かやってもダメだね。こっちの MP ツールでもやっぱりちょっとうまくいかないですね。はい、今回ですね、 2TB の USB メモリ1500円で売ってたんで購入してみましたが、容量偽装品でした。残念。ついてた NAND チップね、他の USB 基板に移植して使ってあげようかなと思ったんですけど、ちょっと対応するコントローラーがなくて使うことはできませんでした。こちらもちょっと残念ですね。ただね、メーカー名潰してある多分最低ランクのグレードの NAND なんで壊れると思います、使ってると。熊五郎お兄さんの DIY ではジャンク品を買って、まあ、修理するみたいなことを普段やってます。まあ、こんな動画ですけど、また見たいなという方はチャンネル登録お願いします。それではまた、熊五郎お兄さんでした。バイバイ。